今回ご紹介するのは論人の手巻時計です。当時の論人を支えたオールドムーブメント CAL12.68Z を搭載したヴィンテージコレクション。同機を軸にセンターセコンドやクロノグラフモデルなど様々な仕様で展開されました。本品は 37mm のラージサイズモデル、文字盤はパターン違いのシルバーツートン、飛び数字バーインデックスと特徴的なブルースチールハンドの組み合わせ、6時1にスモールセコンドが配された実用的な風防デザインです。 SS ケースはスナップバックのラウンドフォルム、バンドは社外製のステンレスブレスレットを装着しています。スーツスタイルにもよく似合うワンランク上のおしゃれが楽しめるロンジンの名品です。ロンジンは1832年から続く世界屈指の歴史ある老舗メーカーです。ロンジンの時計は機能性、信頼性はもちろん、洗練された気品あるデザインに定評があり、いつの時代も大人の男性、女性から高い支持を得ているスイスの時計ブランドです。最高のものだけを作るというその理念は現在も一切の妥協を許さない徹底した品質至上主義を掲げています。コンディション、ダイヤル、文字盤、やけなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針に錆など出ていません。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。大きなへこみはありません。風防、シレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ブレス、社外製です。シレ、小傷、使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅18ミリです。ケース径は37mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約46mm、厚さ約10mm、風防含む、腕曲がり 18.5cm 前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。